織田信長は、2の3人衆を横山城に向かわせ、浅井長政を野戦に誘った。罠であろうと攻めるしかない。地の利を生かした策で何とかできるかもしれませぬ。いかなる策で？この天候ならば明朝はおそらく濃霧となりましょう。霧に紛れて敵陣を襲えば敵は大混乱となりましょう。信長の首を取ることもできるかと。ただし横山城の兵が来るまでに信長を討たねばなりませぬ。横山城の兵が来れば盾に伸びきった戦慄を崩され撤退するほかありますまい。つまり初撃に全てをかける一か八かの策となります。よかろう。他に策はあるまい。そなたに任せる。浅井の使者より明朝に仕掛けるとのこと。我ら朝倉軍は徳川軍を打ち破ってくれとのこと。明朝は濃霧であろうから敵に見つかることなく川を渡り、初撃から全力で突撃し、横山城の遠兵が来るまでに勝負をつけたいとのことじゃ。うむ、明朝は濃霧となりますか。さすがにこの地を知り尽くしておりますな。良き策かと。そなたの大立ちが頼りとなろう。頼んだぞ。はっ、我が大立ちの力存分に思い知らせてくれましょう。いかがなされた遠藤直常殿。先の軍議では一言もなかったが、なんぞ策に不満でも。いや、策に不満はありませぬ。ただ覚悟を決めていただけです。覚悟？なんぞお考えのようじゃが、これ以上は問いますまい。お互いに覚悟が決まったとなれば、あとは実行あるのみじゃ。うむ。翌朝、あたりは深い霧に包まれた。かかれー。狙うは信長の首一つ。ただ一直線に突き進め。かかれー。しまったー。気づかなかった。
敵襲か。急ぎ、ホラガイを吹け。横山城の美の三人衆を呼ぶのだ。このホラガイは敵襲か。急ぎ、信長様のもとへ行く。皆様の急げ。横山城の美の三人衆は信長のもとへ向かった。しまった。敵に気づくのが遅れた。すでに陣深くに入り込まれた。磯野一正の隊は次々に信長軍の陣を突破し、朝倉軍も徳川軍を押し込んでいた。これはいかん。この前田利家の赤穂浪士が敵の勢いを止めまする。さっさ成政殿は殿の護衛を。うむ、ここで食い止める。ついに穂浪士が出てきたぞ。信長まであと少しじゃ。かかれー、どせず。さすがにホロシュー強い。勢いは止まった。あとは押し返すのみ。信長の眼前で激戦が繰り広げられた。耐えよ、美の三人衆が来るまで。このままではそれがしが出ます。ピンチに陥った織田方でしたが、ここで徳川家康が動くのですが、そのお話は次回にて。